世界に広げよう F-POP の輪、ダマチでございます。ダマチが伝えたい F-POP、 このアーティストこの1曲ということで、今回が22曲目の紹介になります。先日キャバンビートのライブでめちゃくちゃ心に染みた1曲がありました。ダマチ脱サラしてこのキャバンビート始めてますけども、そのサラリーマン時代のことを思い出して、めちゃくちゃ心に染みました。ぜひ聴いてみてください。加藤純也さんでビタミン剤を飲みながら、どうぞ。ビタミン剤を飲みながらという曲です。皆さん会社で疲れて、介護に疲れて、家事に疲れて、そんな人ぜひとも社会に揉まれながらこの曲を染み込んで帰ってください。染み込ませて帰ってください。バルーンの下にビルが立つらしい。クタクタに遊んだ空き地は思い出の中、雨が染み込む場所さえ見えない。コンクリートジャングルで今を生き抜いてる。週休二日は手に入れた僕たちは、今もなお緩やかな時間を探してる。ビタミン剤を飲みながら上の空で、上司の話を聞いたふりをする。受験勉強も過ぎて待ちに待った未来、学歴の武器を手にした兵隊が倒れる。やっと叶えた就職先は、紙と鉛筆の出番が意外となかった。テレビゲームの感覚じゃクリアできない、社会のコントロールは難しい。リセットボタンを押す勇気はないわけで、頭を下げながらバランスを保つ。週休二日は手に入れた僕たちは、今もなお緩やかな時間を探してる。ビタミン剤を飲みながら上の空で、上司の話を聞いたふりをする。はい、加藤純也さんでビタミン剤を飲みながら聞いていただきました。いやー、心に染みますよね。久しぶりに死にも感動した一曲でございました。加藤純也さんは F-POP 歌謡祭をスタートの時から手伝っていただいております。今や福岡のインディーズのアーティストのですね、兄貴分としても大変お世話になってまして、常日頃詞を書くんであれば手に触れるものを混ぜながら書くといいよということをアドバイスされてるんですけども、まさにこのビタミン剤を飲みながら、アドバルーン、紙や鉛筆、テレビゲーム、ビタミン剤、手に触れるものがいっぱい混ざってます。アーティストの方は参考にしてほしい一曲だなと思いまして、今日ダマチの一曲に取り上げさせていただきました。ぜひ参考にしてくださいね。はい、立っていいとも、そしてこのダマチが伝えた一曲、福岡のアーティストを応援するキャバミート YouTube チャンネル登録、ぜひご協力お願いします。加藤さん、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。YouTube でどこまでも。